トヨタの役員さんの言葉を聞くと、本当にね、固定概念を内側から壊そうとしているトヨタ自動車のね、基本姿勢が学べると思います。まあ、ぜひね、動画の方がいっぱい出てますんでおすすめしますね。まあ、その一つの中にこういうのがあるんですよ。例えばね、トヨタは大丈夫という固定概念を捨てろということなんですよ。要するにトヨタってのは大丈夫じゃないかもしれないと、危険だぞと、危ないぞと、将来は分かんないぞっていうことをいつも思えってことだと思うんですよ。他にもね、こういうのがありますね。例えばね、トヨタは世界一の企業ではなくて、その町一番の会社になっていけ、その町一番の工場になっていけっていう考え方ですね。その他にもね、若手は教わるものが当たり前という固定概念を捨てろってことなんですよ。むしろ若さを失って時代からどんどん離れていった、まあ、ベテランと言われている人たちは本当に若者の感性に付き合っていけるだろうか、社会の流れに、まあ、本当に向き合っていけるだろうかっていうところに疑問を持たないといけないということもね、あったりとかして、まあ、要するにね、会社の中にいるとどうしても上司とか先輩とかベテランとかっていうのが鶴の一声になる可能性が大きいんですけども、そういうふうに業界に長くいると世間から随分離れてますよってことの警告だと思うんですよ。私もそうだなと思うんでね、そのインターネットの世界に随分長いこといるんですけども、常に新しい人が生み出すものとか、常に自分がもう古くなってるってことを意識してますね。まあ、ですので少しでも新しく、少しでも変化に対応できるようにと考えてます。まあ、このようにですね、もう一番大きな会社トヨタ自動車っていうのが、こういうふうにね、もう今までの旗織り機から、それから車のノウハウから、こういったものではなく今度街を作るみたいなね、どん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 別の世界に行こうとしているときに、私たち極小の存在と言われるね、一人企業、一人ベンチャーもやっぱりどん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 ビジネスとかマーケットを変えていけるのが強みだと思うんですよ。まあ、ですんでね、どんなに大きくてもどんなに小さくても変われるってことなんですよ。大きいから変わりにくいっていうのはそんなことはなくって、それは変わる能力を培ってこなかった、もうね、本当に先代の余力で暮らしてきた、食いつぶしてきたようなもんだと思うんですよね。トヨタ自動車だったら今会社はね、3代目の秋尾社長がされてると思うんですけども、この3代目が会社を潰すというふうによく言われたんですけども、それを意識しながら社長業に就いたらしいんですよね。どっちかというと3代目になってもっともっと大きくなって破天荒になったんじゃないかなと思うんですよね。ライバルの会社がどん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 ね、疲弊している中で、なんとトヨタ自動車はこんな感染症の事態に陥っても、まあ、フォーキャストをですね、黒字で出してるわけなんですよ。将来像黒字ですよ。2021年黒字にするそうなんですよ。これ他の企業はできないことだと思います。赤字でもしょうがないと言われてる中で、まあ、一人勝ちを取っていくというね。で、一人勝ちについてどうなんだっていうね、そういうふうな指摘もあったらしいんで、じゃあトヨタ社長はどう言ったかっていうと、一人も勝たなかったらどうなるんですかっていうふうに言ってましたね。で、勝った後その勝ちをどういうふうにするのかっていうか問題だと思うんだっていうふうに、その勝ちを多くの方に恩返ししていきたいみたいな意思の表れだと思うんですけどね。いや、非常にね、トヨタ自動車のこのトヨタイムズってむちゃくちゃ勉強になるんで、それはね、情報商材買ってる場合じゃないですよ。これを見た方がいいですよ、トヨタイムズを。世界一のメディアでしょうね、このトヨタイムズっていうのは。おそらくね、今すでにもう社用と言われている既存メディア、テレビとかね、新聞とか雑誌、こういったものにはもうかなわないような編集技術と発信力を持ってるんじゃないかなと思います。トヨタっていうのはね、もしかしたら、なんか世界最大のメディアになるんじゃないですか。その電通とかなんていうか、ささかだちしてもかなわないようなね、そういうふうなところになるんじゃないかなと思いますね。トヨタイムズに広告出したい人って言ったら山ほど来るんじゃないですかね。ということでね、今回はトヨタについてまたしつこく語ってみました。いってらっしゃい。